三井高弘から1943年12月19日は、日本の実業家。三井組三次や、三井物産社長、東進倉庫社長、三井鉱山社長等を務めた。三井伊羅五家、第七代当主。別名に、元之助、総広長五郎、慶仙、霞優、京都出身。伊羅五家当主三井高生の長男。 1893年三井組三次。1894年三井物産社長。1902年三井銀行監査役。1909年当新倉庫社長。1912年から三井鉱山社長を務め、満州事変以降の鉱物需要増加に対応して増産を進めるなどした。1936年三井家の事業から引退。 1943年死去、同年14位。妻・秋子は、三井高圏元三井合名副社長の妹。諸室也子は、前田都市高尺の妻。三井隆信元王子政司会長や三井高大、元三井物産社長は弟。豊田昭一郎豊田自動車名誉会長。日本系団連名誉会長は、孫の夫。 三井元之助徳富祖法記念館 AB、三井元之助第四版、大正4年に1月日本研究のための歴史情報、人事更新録データベース三井、三井事業史。本編、第二巻、渋沢社誌データベース、三井物産、挑戦と創造、三井物産100年の歩み渋沢社誌データベース、三井銀行、三井銀行50年史、渋沢社誌データベース三井倉庫、 三井倉庫80年史、渋沢社史データベース三井鉱山、男たちの世紀、三井鉱山の100年、渋沢社史データベースハット AB 個性5位、三井元之助海水賞の、県国立公文書館アジア歴史資料センター、豊田翔一郎結婚、入社父の道を追い、豊田へ、三井伊羅五家の三上妻に2014年4月9日府、日本経済新聞長官、 ありがとうございます。